まもなくカラバオカップの一戦が始まります。福西さん、さらに上を目指すチームにとってここは負けられない試合ですね。はい、いい試合を見せてくれると思います。本日の試合はリバプール対ミドルズブラのカードです。こちらがリバプールの先発メンバーです。 4-3-3 のフォーメーションです。いわゆるゼロトップに近いようですね。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は一般的な 5-3-2 です。前線の選手には走力と運動量が求められます。ジョニー・ハウソン、ボールを取りました。さてどうする。注目のジェルダン・シャチリー、うまくボールをつないでいきますね。フィールドを広く見て全選手の位置を把握しているんでしょう。ジョニー・ハウソン、これは見事に奪いました。リバプールのボールになりました。ボールへの寄せが非常に速い。プレスがかかりました。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。ダニエル・アジェラ、ジェルダン・シャチリ、ナビ・ケイタ、このパスはまっすぐ相手に渡ります。いい形でゴール前まで持ってきました。中央にクロスが上がった。いいボールでしたがここはクリア。ダラーナ、ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたがゴールへ飛ばさないと意味がありません。ダラーナ、ゴメス、アダム・ダラーナ、まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。カットしました。ここはどうするでしょうか。いいカットです。ボールを奪いました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。走り込むスタリッチに合わせた。キーパーがクロスをパンチング。リバプールのスローイン。ジェルダン・シャチリ、中の選手にクロスを入れた。キーパーの守備範囲でした。順当に行けばリバプールというゲーム。しかし油断は禁物です。ジェルダン・シャチリ、ボールがフリーになりました。フレンド、ジョニー・ハウソン、判定はフリーキックです。いいボールを入れてきましたがここはクリア。プレスをかけられます。スターリッチ、視野が広い。ちょっと強すぎたか。よく止めましたがボールはこぼれています。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。ジェルダン・シャチリ、ルーズボールになった。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールを大きく押し出します。クリアボールは再び相手に渡っています。コーナーを取りましたリバプール。
Substitution for Liverpool coming off the pitch. Number 20, Adam Lallana. シャチリのコーナー。味方に入るか。コーナーキックです。シャチリのコーナー。ひとまず前に出しました。クロスを中央に入れた。クロスは通りません。チャンスを潰しました。アルベルト・モレノ。ここで大きく前に出します。狙ってきた。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。シャチリのコーナー。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。オリジン、シュートを打ってきた。リボックオリジン。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。ダエルフライ。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ニアを狙った。キーパーに奪われました。前半終了。主審の笛が吹かれました。このカラバオカップの一戦も後半に入ります。両チームとも前半とは戦い方を変えてくるかもしれませんね。ここでスローイン。ダエルフライ。オビミケル。ライアンショットン。リバプールのスローインです。スタリッジ。ミルナー。ブリット・アソム・バロンガ。ナビ・ケイタ。オクセイド・チェンバレン。ボールがフリーになりました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。このカウンターは不発。ボールをキープできません。これは見事なインターセプト。ジョージ・サビル。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、リバプールが次に対戦するのはチェルシーです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。見事なスルーパスでしたが、よく読んでいました。走り込むスタリッチに合わせた。ファーポストにいいクロス。リバプールのスローイン。ジェルダン・シャチリ。入れば1点リード。よく止めましたが、まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出されます。イエローですか。ムハメド・ベシッチ。うまく読んだインターセプト。サイドへパスを出します。前に出しました。ここは試合を止めます。フリーキックですね。ジョージ・サビル。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ライアン・ショットン。カウンターアタックに入るか。
このパスは読んでいました。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。ここは素晴らしいタックル。コーナーになりました。シャチリのコーナー。厳しいタックル。いや、危ない。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。このパスはカットされました。オリジン、ボールがこぼれました。ジョージ・サビル、ライアン・ショットン、タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。警告が出されます。リバプールの選手にイエローカードです。今のはイエローでもしょうがないでしょうね。中央へのボールはクリアされました。これは見事に奪いました。リバプールはサイドに持ち出すでしょうか。止められます。このエリア今日はもう鉄壁と言っていいでしょう。さあどうだ。ムハメド・ベシッチ、このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。リボック・オリジン、試合は現在0対0。残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。リバプールの次の対戦、いやあ、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。サイドのスペースを使います。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ライアン・ショットン、ジョージ・サビル、ミドルズブラ、サイドにスペースが空いています。ブリット・アソム・バロンガ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。一段と大きくなったチャントはドローを望んでいるようには聞こえます。このファールにはフリーキックが与えられます。決まればおそらく決勝ゴールになるという場面ですから、中の選手にうまく合わせたいですね。前方に運びました。これは見事なパスカットです。キーパーがうまく飛び出した。延長戦後半もここで終了です。フェイントからゴール。一瞬止まってタイミングをずらしましたね。ど真ん中に決めました。真ん中は勇気がいりますね。外した。意表をついたのが裏目に出ましたね。止めた。よく止めましたね。キーパーがセーブ。よく止めましたね。キーパーストップ。読みが冴えてますね。これはミス。やはりプレッシャーがあったのでしょうか。決めたかったですね。プレッシャーがかかる PK になりました。外した瞬間にチームの敗戦が。 PK 戦までもつれ込んだこの試合も、最後はキーパーが見事なセーブを見せて決着しました。今のはいい読みでしたね。ゴールキーパーがこれだけ冴えていると、次のラウンドは守備面での不安がなくなりますね。
ペナルティを鮮やかにセーブしました。よく止めました。ファインセーブです。